い、届きました。どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、この動画を見てくれている人の中には M1MacBook を持っている人もいると思いますし、まあ、これから M1MacBook を買おうかどうか迷っている人も多いと思うんです。そうなので、まあ、そういう人たちのために、まあ、ちょっとでも役に立てばいいなと思って、まあ、僕の体験談をちょっとシェアしていこうっていう動画にしたいと思います。はい、まあ、ただですね、その、まあ、先に言っときますけども、多分背中を押しちゃう動画になると思います。はい、なので、まあ、それくらい本当に結論から言うと買ってよかったと思いますし、なんでもっと早く買ってこなかったんだっていうふうにちょっと後悔しているところもあります。いまいちだと言われていることに関しては僕はまだ体験してないんですよ。例えば、Adobe 製品がちょっと使いづらいよ、対応しないよってなったりとか、あとは、外部ディスプレイにまだ1枚しか接続できませんよっていうところもいろいろその問題として言われてますよね。でもそれ僕まだ体験してないんですよ。そうなので、まあ、それに関してどうかっていうのは僕は言えません。まあ、興味がある方は最後まで見てくれたら嬉しいです。はい、で改めまして僕が購入したのが M1MacBook Air の13インチですね。メモリーが 8GB タイプで、お色がシルバーカラーです。 Apple M1 チップを搭載してメモリーは 8GB モデルです。でその細かいスペック的なところに関してはもう他の動画でいろいろ散々調べてると思いますんで、ここでは詳しく言わないです。もう実際どういうところで感動を体感したのかっていう、それだけをちょっとシェアしていこうと思います。まず一つ目は充電器がめっちゃ軽いんですよ。はい、2つ出してきました。こっちが新しいその M1MacBook Air 用の充電器ですね。でこれは僕が今まで使っていたラブパワーさんから出ている実家ガリウムの充電器っていうやつです。これでめちゃくちゃ軽くなったんで、もう充電器界には革命が起きたわけですけども、ちょっと重量を比較してみます。はい、ボタンオンってして、じゃあまずこっちのラブパワーさんの重さ、はい、109g ですね。 109g で、こちらが新しい充電器、まだ使ってないんですけども、まあ、これを取り出した瞬間にわっ軽っちっちゃって思ったんですよ。そう、もうこのサイズ感、わー素敵と思って、これ絶対軽いじゃんと思ってこう測ると 100g なんですよ。そう、まあ 9g だけの差ですけど、でもやっぱり 1g でも軽くしたいミニマリストな僕としては、この 9g の差はでかいわけですよ。続いて2つ目はこちらのキーボードの感触です。これかなり良くなってます。そう、なんか頭の中でそのカタログスペックでそのキーボードの、構造が違うよっていうのは頭では理解してました。でも実際に使ってみて、いやこれは期待以上っていう感じですね。そう、なんかメカニカルキーボードをタイプしているような感覚が本当にあります。で、まあ、それ言っちゃうと、あのトープレのリアルフォースよりはどうなんだみたいな、まあ、そこには全然及ばないですよ。うん、でも、まあ、少なくとも前のその MacBook Pro のあのペタペタした感じからすると相当打ちやすくなってますし、疲れにくくなってます。なのでその MacBook のこのキーボードの打ちやすさっていうのは、もう実際買って感動したっていう、それが2点目です。続いて3つ目は、まあ、いろんなところで言われてるんですけども、ファンの音が本当にしないんですよ。でしないってこんなに感動するのかっていうところですよね。ショッピングのお仕事カフェっていうところでも、あのズーム使って実践会やったりとか、あとは音声コンテンツを収録したりとかもするんですね。でなった時にやっぱファンの音がふわーんって出ちゃうと、なんかそのまあ受け取り側からしたらそんなに気にしないよっていうふうに思うと思うんですけど、ただやっぱ配信出す側からしたら、コンテンツを作ってる側からしたら、やっぱそこもちょっと気になっちゃったりストレスになっちゃったりするんですよ。まあ、せっかくやっぱこだわってる部分なんで。でもこの M1 にしてから、まあ昨日ライブ配信やりましたけども、全く音しないですね。すごい、どこまで負荷をかけたら悲鳴上げるんだいっていう気持ちです今。そうなので、今僕が、まあ、そのライブ配信だったりとか動画編集で、まあ、それぐらいなんですよね、重い負荷っていうのは。うん、まあ、そこを余裕でクリアしてくれたので、もう感動です。うん、今まで感じていたストレスがなくなったっていうだけでも感動です。うん、もう QOL 爆上がりって感じ。はい、
続いて4つ目は電池持ちがめちゃくちゃ良くなってるっていうことです。最近のスマホも電池持ちがぐんぐん伸びてるんで、その充電器だったりモバイルバッテリー持ち運ばなくても良くなってるっていうのはありますよね。でもそれがパソコンに来てます。もう充電器を持ち運ばなくてもいいし、ケーブルも持ち運ばなくていいしっていうのがもう来てますね。そう、僕まあ動画編集これでするんで、例えばカフェに行った時にその動画編集すると、だいたいその、3時間ぐらい 4K 動画を編集したらもう切れちゃうっていう感じだったんですよ。でもこれにして動画編集したら5時間経ってもまだ 20% ぐらい残ってるよっていうぐらい、めちゃくちゃバッテリー持ちがいいです。普段持ち運ぶものエブリデイキャリーのアイテムがケーブルと、ね、あの充電器の2個減るっていうのはめちゃくちゃでかいです。まあ、一番の魅力は処理速度だと思うんですけど、まあ、実際僕こうやって使ってみて、まあ、確かにキビキビ動きます。キビキビ動くんですけど、まあ、その今でも十分満足してますよっていう人がいれば全然それでいいと思います。変えなくてもいいと思います。で、僕の場合はその電池持ち、その動画編集している時の電池持ちだったりとか、あとは重かったんですよ。やっぱ MacBook Pro が 1.56 キロあって、やっぱこれをやっぱ1グラムでも軽くしたいなっていう思いもありましたし、とにかくその前使っていた MacBook Pro に何かしらのこうストレスを感じていたので、そのストレスを解消したくてこの M1 MacBook Air を買ったっていうのがあるんですよ。まあ、わざわざ10万円払ってね、やることが変わらないっていうのはもったいないと思うんで、まあ、そこら辺はちょっとよく考えた方がいいかなって思いました。じゃあ最後はこちらにあのスタンドを貼って終了したいと思います。はい、こちらですね、 Amazon さんで買った Mofto X のパクリ商品です。はい、こちら開けていきます。じゃん、おー、すごい忠実に再現されてます。そう、本当だったらここら辺にモフトって書いてあるんですけど、それがない。でもこの表面の質感はモフトそのものです。すごいなこれ。はいはい、よし、うん、これでいいでしょう。でこうやってパコってやって、うん、ああ、いいですね。ああ、はい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 、ということで全く問題ないですね。ああ、でもやっぱ軽いわ。で、外部ディスプレイも買おうと思ったんですけど、せっかくこの iPad Air があるので、ちょっとこれを外部モニター化して、このミニマルセットアップで、これからは行こうと思います。はい、ということで2021年の4月からはこのセットアップで、まあ、YouTube だったり輸出だったりショッピングのお仕事カフェっていうところでの活動をしていきます。はい、ということで、今回は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。